カッポレは、鈴木アジ科に分類される、海水魚の一種。全世界の段階域に生息する大型の黒っぽいアジで、食用にもなる。石川銀ガメアジという別名もある。黒ラアジとした文献もあるが、これは、カレンゲイズ・フェルダウの標準和名に当てられており、混同の恐れがある。他に、日本での地方名として、ヒラアジ・ポニヒトシがある。 標準アミオは釣り針にかかった時の抵抗力が強く、暴れ回って釣り人を翻弄させるため、そばから見ると釣り人がカッポレを踊っているように見えることに由来する。一方、学名の種名ルーゲブリスは陰鬱な、不吉なという意味がある。英名はブラックジャックで体色が黒っぽいことに由来する。制御は全長1メートル。 体重1 7 9キログラムの記録があるが、通常は全長7 0トルほどまでである。アジカの中では大型種だが、銀河メアジ族の中では中型である。体は長楕円型で体高が高く、側は平たする。銀河メアジ族としては、額が高く前方に角張る。体色は緑褐色か黒褐色で、銀色光沢がややに鈍く、全体的に黒っぽい。 側線は、第二背びれ、尻ひれ気部の間から直層し、この時期層部の両ウロコは大きく、しかも黒いので目立つ。ヒレは胸びれ、第二背びれ前端、尻ひれ前端が、釜状に伸び、尾ひれも大きい。ヒレの色は、全体的に黒いが、第二背びれ前端部や尻ひれが白く縁取られる。胸に、ムウロコ息はない。全世界の熱帯。 亜熱帯海域に広く分布する。日本での分布域も三重県以南の暖流の影響が強い海域で南西諸島や小笠原諸島で多く見られる。生魚は珊瑚諸島、岩礁域の外洋に面した斜面に生息する。通常は水深25から65メートルの範囲に多いが、それより深いところにも生息し、 水深354メートルから漁獲された記録もある。生魚は単独か小さな群れで生活し、主に夜に餌を探す。食性は肉食性で、主に小魚を捕食する。釣りや低地毛等の沿岸漁業で漁獲される。熱帯地方では重要な食用魚の一つにもなっている。他の味類と同様に刺身、煮付け、塩焼き等で食べられる。 ただし、シガテラ中毒の報告もあり、大型個体を食べると中毒する、可能性がある。大型魚なので大物釣りの対象にもなる。釣り針にかかると、強い力で抵抗し岩礁域に逃げ込むため、岩との摩擦で釣り糸を切られてしまうことも多い。ABC 石川明翔、釣った魚が、必ずわかる、カラー図鑑2004年。 長岡書店 ISBN45 億2221万3727、日山吉岡監州、野外観察図鑑4魚1985年初版、1998年改定版、オーブン社 ISBN40 億1072万 4242ABCDE 岡村治、天岡国を監修、産経カラー名館。 日本の海水魚1997年、ISBN46 億3509万272、中村道夫、魚の名前2006年東京書籍 ISBN44 億8780万1168、ABCD、ケランクスルーゲブリスフロス。R&D。D コリーエディターズ2009フィッシュベースワールドワイドウェブエレクトロニックパブリケーションバージョンありがとうございます。